こんにちは、即活区の久保です。なんか男組が、あの、この10月に復活ライブを何回かやってるみたいで、で、中にはね、あの、撮影 OK だよっていうことで、あの、ライブ中の映像がバン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 アップロードされてるんですよね。まあ、この大盤振る舞いも、いややっぱり時代は変わったなと思わせることの一つなんですよ。やっぱりこう、スマホで手軽に撮影ができる、そしてそれを、 10人来たら10人100人来たら100人がそのデバイスを持ってるよってことが前提でライブですからまあ隠し撮りされちゃうよりもねもう撮影してもらってどん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 この記録をねこの瞬間の感動を広めていこうよってことだったのかなと思いますまあそれで根底にあるのがこの男組の復活が何で起きたかってことなんですけどもやっぱりねインターネットで情報発信を誰もができる時代だったからこそじゃないですかね まあ男組が前回ねツアーの最中に謎の解散をしたこととあとは高橋和也さんがねジャニーズ事務所を解雇になったことぐらいは分かっていたんですけども一体どういうことなのかなってことは用途してしなかったんですよね。でその後時期が過ぎて時代が過ぎて、あのー、高橋和也さんも成田翔二さんもそれぞれに活動していることとか前田晃陽さんとかね岡本健一さんとかが活動していることもまあ部分的には分かるんだけども多分メンバー同士 お互いが何を考えているのかとかねどういうふうな心の変化があるかってことはつかめにくかったと思うんですよでもインターネットによって情報発信することがあだんだん広まってきてねお互いが直接じゃなくても間接的にそれを知ることとあと根強いファンがいまだに応援してくれてるっていうことで当時のファンが今だったらもう50代になってるわけですよねなのに復活を願ってずっと応援してくれるファンサイトとかそれから小さなね あのイベントとかを独自にやったりとかしていまだに乙組の CD が流通していたりとかそれがインターネット上にいろいろ上がったりとかね、うん、であの中古転売サイトとかで乙組の,の VHS のビデオがね高値をつけていたりってところであこれはすごいことだなっていうのと、うん、あとは乙組のメンバー自身が昔の曲を歌ってみたりとかそれをコラボしてみたりセッションしてみたりでだん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 こう雪解けっていうかな 時間が過ぎていく中でうん結局はどんなに行き違いがあっても常に意識していたのは俺は男組のメンバーなんだ男組の誰なんだっていう思いにいつも立ち返ったと思うんですよ。その中でいいいや俺はは組を辞めたんだから離れたんんだだかからら離れあいつななくなったんだからっていう思いが募れば募るほどいつも一緒にいたっていうそういった思いがね「パズル」っていうあの前、えー、っと成田翔さんの曲になってきたのかなと。 で再結成ライブをして今思うんだけどもあの曲も素晴らしいし当時の曲もとってもいいなって思いますねで私自身いつか復活してほしいなと思ってたのが期間限定とはいえここでね1年間活動してくれることで本当に嬉しいなと思いますねだからそのインターネットとか情報ってこうやって人々の心を溶かしていって元通りになっていくっていうかね もう一回あの頃の青春の続きをやらせてもらえるっていうかねでバンド名も男組1988でしょいやこれもねうまいタイトルの付け方ですよねうんまあ私はもう当時と違って音楽はやらずに別のことをやってるわけなんですけどもでもこうやって一視聴者としてね一聴衆として応援することはできるかなってことですね、まあ、それからのグッズをしっかり買わせてもらいますよせめてうんずっとね この日を待っていたわけですねそれができれば直接コンサートにも行ってみたいですねうん年老いてなおかっこよく生きているそのなんか男組魂っていうんですかあれがねなんかこう愛おしいっていうかそういえばあれなんだっけな「あの男だろ」って番組やりましたねまだあの番組って続きができるんじゃないですか同窓会みたいにミスター孤島じゃないですけどもだってねうん 池中玄太さん、まだ健在ですもんね。西田敏行が <laughs>。なんか今、男だろうの30年後みたいなやつ、スペシャルでできなくもないんじゃないかなとか思っちゃいましたね。はい。えー、コンサート行かれた方、本当おめでとうございます。すごい大切な思い出になったじゃないですか。うん。ねコンサートの入場料が1万数千ってのもなかなかいい、いい価格ですよね。そんなもんだと思いますし。できれば、あの、ズームとかで生放送ライブやってくれないですかね。 いやーなんか、こっそりライブ会場でやるだけでもったいないですよ。ね、あの、ペーパービューでもいいんで、ぜひね、チケット1万、2万で出してくれたら、あその URL を通じて、見たいと思います、ライブを。よろしくお願いします。それじゃあ、音組、またお